あ、オレオさん、いらっしゃい。ああ、ソフィ、ちょっといいか。実はな、この前ソフィーにもらったあの水晶玉、使ってみたんだ。そうなんだ。ちゃんと元の世界は見られた？ああ。ただ、動いてるところは見えなかったんだけどな。時間の流れがこっちと違うからね。そっか。まあ、元気そうにしてるのが分かっただけでもありがたく思わねえとな。もしかして家族の人たちを見たの？まあな。てかそのために作ったんだろ。ったく、数年会ってねえだけってのによ。親は老けてるし、兄弟はでかくなってるし。私に似てる妹さんもいた？女ってのはすげえよな。大人っぽく変わっちまってたぜ。家も俺が知ってる頃よりは貧乏そうじゃなかった。ほんと、若干マシになった程度ではあったけどよ。でも、みんな元気だったならよかったね。だな。つっても、やっぱうち大家族すぎだわ。あいつらだけじゃまだまだ苦労するだろうし。やっぱし、一度帰ってやるべきかもしんねえな。家族を助けるのは長男である俺様の役目だからな。ったく、仕方のねえ奴らだぜ。つってもずっと帰ってねえことに変わりはねえから、怒られるかもしんねえけどよ。それでもまたあいつらと一緒に暮らしたい。ずっと帰らなかったことを謝って、今度はあいつらの近くであいつらを支えながら生活したい。俺にもそんな夢ができた。いや、もともとそう思ってたんだろうな。それに気づいてなかっただけでさ。素敵な夢だね。なんたって俺様の夢だからな。素敵なのは当然だぜ。つってもさすがに今すぐは無理だけどな。やっぱある程度覚悟していかねえといけねえし。それでも家族に会いに行くって思ってくれるようになっただけでも嬉しいよ。ソフィーのおかげだ。お前があの水晶玉を作って久しぶりに家族の姿を見せてくれたから、ありがとな、ソフィー。お前本当にすごい錬金術師だぜ。